ハロー、皆さんこんにちは、るちゃんです。るちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今日はね、初デートの番外編です。おー、そうです。何をするんですか、ルーさん。ルーさんはあのデートの時に着てきてほしい服、実はこのアンケートの中にも出したんですよ。でも初デートの動画に出るとさすがに動画長すぎるので、今回は番外編で出させていただきました。そのプリンセスのような指導とか、あのピンクなレースがついてるものって感じ。俺は好きだよ、アニメ好きだから。うん。憧れちゃう。そう、俺なんか結構そういうのが好き。若作りと思われる可能性も。スカートは膝丈にして、色味もピンク一色にしないなと。大人レディ要素も入れれば男受け丸。これも日本の社会の面白いなんか現象だと思う。なんか女性はある年齢になるともう絶対膝上のスカートみんな着ないって感じ。確かに。なんかでも台湾はなんかみんな短パンなイメージ。そうそう、なんか足を出すって感じだよ ね。ここは日本ですごいなんか面白いっていうか、もうちょっと厳しいかなとは思います。違和感感じた。そう。いや、俺はあんま好きじゃないな。大人っぽいんだよね。大人っぽいカジュアル、うん、カジュアル。運動が好きそうな女子って感じ。気取ってない、ありのままが可愛い。カジュアルデートなら頑張りすぎでないラフな服もウェルカム。あさとい女子とは無縁なスタイルです。まあね、うん、俺はおしゃれしてほしいタイプ。これもおしゃれだよ。まあ髪とか、やっぱり髪とメイクアップやったらね。ああ、まあまあ確かに、ね、何を聞いてもおしゃれだと思う。確かに。いや、俺は結構いいと思うよ、そういうタイプ、うん、派手すぎるよりよっぽど可愛い。派手すぎは横に並んで歩けない、恐れがあるから地味めが無難。アクセサリーや小物で華やかさを出して。確かにあの日本はすごいあの小物とかアクセサリーいろいろ売ってる店で、もうすごい髪を飾るものだけでパーンっていっぱいある。確かに、それ専門店とかいっぱいある。うん、なんか 何個つけるとすごいおしゃれに見えるんだよね。私も何個持ってます。おー、私もつけてるの見ねえけど。こうやって髪が短いからあまりつけられない。でも昔は結構ピンが好きだったもんね。あー、確かに、うん、俺はピンつけてる女子好きだった。最近つけてねえけどね。最近は髪を全部ここに隠してます。でもなんかな、あんまりセクシーすぎるのもあざといなって思っちゃうかも。逆に俺の彼女セクシーなんだぞって、それの意味もあっていいかもしれない。男そういうこと考えてる。考えてる人もいるから。俺は考えてないけど。自分やん、自分やん。あなたのライガーは分かって色っぽい。まさにメンズの大好物。大好物って。たとえぽっちゃりさんもダボーっとした服を着てごまかさない方がいいですよ。あー、まあね、ダボっとすると逆になんか体全体の印象もダボっと見えるね。最近逆にぽっちゃり女子は日本で人気のある気がするんだよな。私は、俺は結構ぽっちゃり女子は好きだよ、うん、イメージなんだけど、日本人の方がちょっとぽっちゃりの子の受け入れ度が高いと思う。あ、そうなの。そんな感じがする、個人的には。以上、番外編でした。ご参考になれたら嬉しいと思います。でもこれはあくまでアンケートのものなので、これから私とウェンダンはなんかカップのコーディネート取ろうかなと思っているので。の、いいね。うん、まあもう先に打ち合わせしてないので。とりあえずこれからの動画もよろしくお願いします。楽しみにしてください。でも絶対俺の方がかっこよくて、ルーちゃんおばちゃんみたいみたいな。今日みたいな。今日はメガネかけてます。おばちゃんや、はい、バイバイ。See you next time。 バイバイ。ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。